ボルト、大丈夫？ああ。でも、これからどうしようか。彼女、結局逃がしてしまったし。おのおのの記憶が消えた忍界、すなわち奇跡なき忍界が生まれようとしている。誰だ？今の混乱を収めたいと願うなら、ついてこい。なんだ、ここ。他のプレイヤーがいない。さっきまでのところから隔離された空間のようだね。見た目も現実世界のものに戻ってる。本当だ。ようこそ、時だまりの前。あんたは？大筒木トネリ、この星の監視役とでも言っておこうか。大筒木、まさかあの桃式の仲間だってのか？彼らとは違う。私は君たちの協力者だ。協力者？その話信じていいのかよ。それは君次第だが、今の君にはことを改善する有効な手段がない。だから怪しくともここに足を運んだ。そうだろ？ボルト、この人本当に敵じゃなさそうだよ。うん、なんかあいつらとは雰囲気が違う。はあ、手がないのは確かだし、二人が言うようにあんたはちょっと違うみてえだな。少しは信じてもらえたということかな。ああ、けどもしおかしな真似したら、その時は。私は何もしないさ、ただ手助けをするだけだ。むしろこれからは君たちに動いてもらわなければならない。今の事態を打破するためにはね。あの、そのことなんですけど、今の混乱を収めるって本当にそんなことが可能なんですか？可能だ。だが簡単にはいかない。これまで人に根付き積み上げられてきた記憶を回復させる行為は相応の時間を要する。しかも今回失われた記憶は莫大。通常なら何十年何百年とかかるだろう。それだと意味がないんじゃ。だが今の世だからこその幸運な点がある。それは君の父、渦巻ナルトの存在だ。父ちゃんの？君の父親は今現在を生きるほぼ全ての人間の記憶に関係している。大なり小なり差はあれどだ。それは戦争を超え皆に受け入れられ、そして浸透した彼の力、渦巻ナルトだからこそ成し得た力だ。今回はそれを利用する。つまりまずは過去に遡り、ナルトの歴史をたどってもらう。そこで奇跡の回収を行う。過去に遡るってどうやって？この不思議な空間の特異性と大筒木の力をもってすれば限定的に可能だ。
本。ただし過去に行けるのは一人だけ。しかも当時の出来事に干渉することはできない。それしか手がないってんならやるしかねえってばさ。渦巻きナルトの軌跡を回収できたのならそれを私が解放しよう。解放された軌跡は本人を中心に第三者に広がっていく。波及的に広がった軌跡は再び光を灯し、そして皆の記憶が戻る。そういう手はずだ。わかったってばさ。とはいえこの作業は拘束時間長そうだよね。だったらそのことも含めて一度パパに報告しに戻ろうよ。状況の整理もしたいし、これからについて話し合わないと。だな。ならば急ぐことだ。残された時間は少ないのだから。戻ったか。お疲れ、ボルト。あれ、お前ら。はい、我々のようにおかしくなってない組ですよ、彼らも。父さんも母さんもみんなおかしくなってどうしようか悩んでたら、片助さんが声かけてくれてさ。話は全部聞いた。こっからは俺たちも協力するぜ。何せ、任界の非常事態だからな。それで、何か動きがあったんだろう。うん、実は。そうか、逃がしたか。悪い。謝るのは後だ。まだ手は残っている。今はそっちに気を回せ。しかし記憶の回復ですか。急いだ方が良さそうですね。お前たちが向こうに行っている間、俺たちでこちら側の状況を探っていた。木ノ葉隠れの忍びらはすでに里を立ち、戦争開始まで秒読み段階に入っている。田里の奴らも同様だ。一斉に行動を開始している。つまりどの里もメルツの洗脳状態だということだ。とんでもねえな。もはや俺たちに残された時間は少ない。いいか、ここからは3手に分かれる。一方はこちら側でゼロのアジトの捜索、もう一方は向こうに戻り奇跡の回復を進める。サスケさん、奇跡の方は俺にやらせてくれ。今回のことは俺に一因があるし、それにナルトの歴史をたどるのなら、元より適任者はお前以外にいない。わあ、サラダたちはアジトの捜索だ。可能な限り情報を集め、アジトの場所を突き止めろ。さらっと無茶言うね、パパ。ヒントもないし、見つかるかな。そういうのはよ、小さな穴からしっかり調べれば見つかるものだって親父が言ってたな。穴？ゼロって組織はここ最近動きが活発化したって聞いたぜ。ってことはだ、例えばスパイを送り込んだり何かしら実験したりで大なり小なり表側と接触した可能性があるんじゃねえか。そういう時ってよ、わりかしアラが出るもんらしいぜ。そのアラを見つけ出して調査すれば奴らの尻尾をつかめるかもしれねえ。でもアラを見つけるにもどこから調べればいいか。ひとまず最近の任務関係を洗ってみるのはどうでしょう。未解決の怪しい任務があればそこにヒントがあるかもしれません。あ、うん、なあサラダ、任務といえばこの前の。だよね、私もちょうどそれを思い出してた。もしかしたら関係があるかも。何のことでしょう。詳しくは後で話します。パパ、ここ最近でスサノオを使って戦ったことってある？ないな。
だったらやっぱりあそこは怪しいかも。もう一度調べてみる価値はありそうだね。サスケさんはこれからどうすんだ？俺はナルトの足止めに向かう。奴が戦争に参戦してしまえば、それだけで人界に大きな被害が出る。奴を止められるのは俺だけだ。若、これを。通信機です。若はこれからあっち側ですからね。こちらに戻った時、すぐに私たちに連絡が取れるように。サンキュー。ここからはそれぞれの戦いだ。行くぞ。頑張りましょう。待たせてすまねえ。父ちゃんの奇跡は俺が回収するってばさ。ではこれを渡しておこう。ナルトの奇跡を追えばそれに光が戻ってくるだろう。強く光るその時こそお前の父に記憶が戻る時。そうなったらトネリさんに渡せばいいんだな。そういうことだ。よし、さあ行くがいい。お前の父渦巻ナルトの奇跡を取り戻しに。時間を遡り、渦巻ナルトの軌跡をたどる。その道筋は私が案内しよう。四代目火影による九尾の妖子の封印。君の父、渦巻ナルトの軌跡はそこから始まる。九尾をその身に宿したナルトは、里の者から迫害を受けていた。だが、そんな境遇でも彼は強く生きた。その胸の内に火影を目指すという夢があったからだ。ナルトはアカデミーを卒業し、ウチハ・サスケや春の桜と共に第七班へ配属が決まったが、第七班の隊長である畑カカシは彼らの実力を測るために演習を始めた。この演習は歴史上は小さな一戦に過ぎない。だがナルトにすれば忍びの道を歩み始めた重要な一歩だ。今からやる演習はただの演習じゃない。これからお前たちが下忍としてやっていけるのかどうかを見極めるテストだ。テスト？卒業生27名中、下忍と認められるのはわずか9名。この演習は脱落率 66% 以上の超難関試験だ。もしかしてこの状態って俺、父ちゃんの体に入り込んじまってんのか？その通りだ。君はこれから渦巻ナルトを通して彼の経験したことを体感していってもらう。それが奇跡の回収につながっていく。なるほど。奇妙な気持ちだってばさ。さあ始まるぞ。ちくしょう、こんなとこで落とされてたまるか。さて、それじゃ始めますか。うわ、俺の強さ見てビビんじゃねえってばよ。うわっ
ちゃんってば張り切ってんな。ナルトにとって忍びは特別なの。何夢につながる第一歩だ。それか、俺はこの先どうなるか知ってるけど、本当に夢を実現させちまうんだから。改めてすげえ父ちゃんだけどな。ウチハサスケや春の桜、特につながりが深くなる。この第七班に配属された。当時のナルトは優等生のサスケをライバルに話し、サクラに憧れの心情を抱いていたようだ。え、なんだ体が。よよっ、ここでの奇跡回収は終わった。次に移動する。あのさ、あの後父ちゃんたちは。畑かかしは3人の力を見ていたわけではない。チームワークを確かめていたのだ。彼らは見事にその期待に応え、かかしから正式に第7班配属を認められた。そりゃそうだよな、あの3人だもんな。そして彼らは忍びとして任務に勤しむことになるが、当然忍びには危険がつきまとう。ナルトが初めて生と死をかける戦いに身を置いたのもこの時だ。恨まないでください。こうするしかなかったんです。くずれ、助け、走り込んだ。ここは何の地区、現代ではナルト大橋と名付けられた橋だ。かつてここでは橋の建造をめぐる争いが起こった。第7班が相手をしたのは建造を妨害する2人の忍び。1人は桃地ザブ、もう1人はハクト。今戦っているハクは特殊な能力を持っている。血系玄関氷豚を操ることができた。次の時間に移動するぞ。ハクは最後までザブザの道具として生き、そしてザブザはハクを思い亡くなった。彼とザブザの死に様はナルトにとってかけがえのない糧となった。ここで得た経験を胸に、ナルトは次なる出会いを果たす。砂漠のガーラと呼ばれ畏怖の対象だった存在と。ガーラのおっちゃんか。どう、この俺が怖い。自分だけ愛してやればいい。自分のためだけに戦え。それが一番強い者の定義だ。ナルト2000年団ナマキ。俺は孤独の中で自分のためだけに戦ってきたあいつが強いと思ってた。本当に強いって、そんなことじゃなかったはずだ。父ちゃんとガーラのおっちゃん、この二人が戦ってるってことは。勇者爆流砂漠体操。木の葉と砂の二つの巨大な里がぶつかり合った戦い、それが木の葉崩し。砂隠れの要はガーラ。彼の中には死角という技能が封じられている。なんと2000年代ナマキ。9秒を入れられた父ちゃんと同じだ。こんな戦いはまだまだ続くのか。ナルトとの出会いを経て、ガーラは光を歩むことになる。その先については君も知っているだろう。ああ、
里のみんなに認められて風影になったんだ。ナルトの意志は周囲の人物に様々な影響を与えた。ガーラのように光に導くこともあれば、逆もしかり。サスケは闇にいることを選択し、里を抜けた。そんな彼を止めるため、ナルトは必死に手を伸ばした。当然だ。ナルトにとってサスケは、かけがえのない友なのだから。なんでだよ、サスケ。なんでそんな風になっちまったんだよ、お前は。俺には俺の道がある。俺の目的が達成できる。それにサスケの目的とは何に向かうのか。イタチを撃つことをサスケは宿願としている。同時にそれにはまだ力が足りないと彼は悟った。だからこの葉隠れを離れたってのか。オロチマルの誘いもある。サスケはオロチマルならばその力を大きく向上させることができると考えた。ナルトが急速に成長していく様子に対して焦りがあったのが原因の一つであったのは間違いない。何にせよサスケ自身も大いに悩み考え抜いた末の苦渋の決断だった。サスケにとってナルトは特別な存在だった。親友と呼べる数少ない妻。サスケ、父ちゃん。一進一退の攻防は続いた。それこそ人知を超えた力を引き出し力の限りを尽くしたナルトだったが、サスケを止めることはかなわなかった。だがナルトは諦めることはなかった。次を見据えすぐに行動を開始した。新たな死伝説の三人のジライアと共に修行の旅へ出ることを決断したのだ。それから再び歴史が動き始めるのは数年後。あの二人にこんな過去があったなんて、俺何も知らなかった。これって回収した軌跡は光となってひとところに集まる。そうか、そんで光が強くなれば父ちゃんの記憶が戻る。そうだったよな。その通りだ。よし、やり方が分かったってばさ。ひとまずここまでの軌跡回収はなった。一度時だまりの前と戻ってくるといい。どうやら興味深い事象が起こり始めたようだ。興味深い事象？ボルト、君が軌跡を戻し始めたからかこの空間に異変が起きている。どういうことだってばさ。ここはナナシという少女が作った空間の上にできている。故に彼女の記憶もまた空間の歪みに混ざっている。本来ならばそれが表面に出ることはないが、今この空間は彼女のコントロール下にない状態。故にこの空間に反応し彼女の軌跡が現れたのだ。そんじゃあれに触ればナナシの過去が見られるってのか。それをするもしないも君の自由だ。ただもし彼女を深く知りたいと思うなら。当然見てみるってばさ。俺はあいつのことほとんど知らねえからよ。
八千穂、素晴らしい能力だ。貴様にはこれから兵器として生きてもらう。他の動術を移植すれば何倍もの効果を発揮するに違いない。兵器に優しい名は不要。お前は七種の兵器として生きろ。新しい印を刻んでやる。今度こそ適合しろよ。泣くな。泣いてどうする。いやだ、いや、いや、助けて、助けてよ、誰か助けてよ。さっきのってずっと前に俺だけが見えた、あのとんでもねえ映像に近かった。あれが七氏の過去だってのか。過去の内容が乱雑に入り混じったものだな。君が以前見えたというのは、おそらくは彼女が君に気を許し、空間のコントロールに不備が生まれたためだろう。だから俺だけに見えたのか。しかしあれだけでもよくわかる。彼女はよほどの目に遭ってきたようだな。また彼女の軌跡が現れることもあるだろう。ひとまず元の作業に戻ってはどうかな。ああ、分かってるってばさ。